ハーレー創刊おめでとうございます。ハーレーダビッドソン塚原の代表塚原です、今度11月3日に日光大笹牧場で第4回ハーレーフェスタ日光ハーレーフェスタをね、はい開催しますので、お近くの皆様そして遠くの皆様もぜひお越しください。いいとこですよね。ありがとうございます。もうそろそろ今日紅葉の時期です、ね、そうですね、きっと内藤さんもいると思います、はいはい、あ本当ですか、はい私も待っております。塚原さんとこ塚原さん塚原さん塚原さん塚原ございます。荷物とか、うん、最高のキャンプをするためには人柱が必要だったりするんです。なるほど、はい、今日は俺ですっていうのはワナンバーですね。ワナンバーになってこの車を借りて借りてみんなのこうしたテントとかを持ってきてくれる人になってくれたと。はい、そういうことです。彼の犠牲があってこその俺たちのキャンプですね。なるほど。で、ちょっとこれ不機嫌になってらっしゃると。お前ら何取材受けてんだって。本当は俺のバイクが一番かっこいい、はい、なるほどね、はい、それでスマホの写真を撮らされたっていう。すいません。そういう。ほんでベロンベロンに酔っ払っちゃってるという。うわ、将来のハーレー女子、ね、将来の古澤めぐみさんがいる。うわ、1台あげます。うわ、おじさん娘なんで。あ、そうか。ライダー向けの応急手当ファーストエイドトレーニングをやっております内藤です。今年はですね11月中にはですね、伊豆の某所でやりたいと思ってますので、ライダーの方、ご参加ください。お待ちしております。すげーバランス取ってる。お、鼻かっこいい。入れるちょっとペテン師の写真はやめてください。ムービーペテン師じゃないとまた美味しいですから、はい、コラボじゃん。通った通った乗っちゃった方がいい。Thank you.